戦場時期、戦場時期、戦場時期は、和歌山県西室郡白浜町の継承海岸である。縁月島及び三段壁とともに、縁月島、戦場時期、三段壁の名称で、国の名称に指定されている。新大三基層の砂岩からなる、太平洋に面したスロープ状の岩盤である。砂岩は、非常に柔らかいため、打ち寄せる波の侵食を受け、 複雑な地形を形成している。その広さは、およそ4ヘクタールで、畳を1000枚敷けるほどの広さであることが、名前の由来である。三段平円月島と並び、白浜町の継承地として知られている。この場所から望む、夕日の美しさは有名で、広大な太平洋へ、夕日が沈む光景は、日本の夕日百選にも選ばれている。通常時は、 岩盤の上を歩くことができるが、波浪注意報、警報発令時には立ち入りが禁止される。年間を通して風が強いことが多く、台風中継がこの場所で行われることがしばしばである。戦術の通り、砂岩は非常に柔らかいため、効果などで簡単に削れる。それがゆえに、心ないものによる落書き被害が後を絶たない。白浜町では条例で、 都市公園の損壊行為は10万円以下の罰金と定めているが、実際の適用までにはなかなか踏み込めず、観光客らのモラルに訴えるしかないのが実情である。2003年には機械を利用して落書きすべてを消去する計画を検討したものの、費用が高額になるため、見送りとなっている。落書きは自然風化によって少しずつ消えるが、書き込まれるペースはそれ以上であり。 今も岩盤には無数の落書きが刻まれたままである。ありがとうございます。